はい、ということで、現在18時18分でございまして、まあ、あと30分ぐらいですか。浮き入ってるかこれ。引っかかっただけか、あと30分ぐらいでございます。マジで当たりないっすね。ない、ないです。いや厳しいですよ、途中からね。途中まではなんかこう回転の方でちょこちょこ当たりあったんですけど、さっきもう1時間ぐらい前からかな、なんか多分潮がちょっと変わったんでしょうね。ちょっとなんかゆっくりになったというか、なんかこうなんていうか、この湾内の全体のこう動きが変わったというか、多分それでこうちょっとあれなんでしょうね、なんかこう魚のあれがちょっと変わったんでしょう。ほんと反応がないのよ。なんならオキアミとか全然丸残りに帰ってくるからね。ネリエサはちょっと水深が深いのとこう回収の時に取れちゃうんでわかんないですけど、オキアミはねほぼ残ります。残る。でも海面はピチャピチャ、あれ湧いたり湧かなかったりかな、ですね。なのでちょっとこう状況的にちょっとどうしていいかわかんない。また引っかかる。なんか右に行くほど浅いんかな、もしかして。右に行くほど引っかかるなっていう感じなんですけども、でせっかくならね、ちょっとこうネバスコとこのスピンカップか、あれ山本公文スピンカップで今日使ってるんで、ちょっと今日チヌ釣りしてるんで、もうそのチヌ釣りでちょっと使ってってのをちょっとレビューといきたいと思いますけど、で見ての通りね、もうあまり負けないんですけど、これ、もうなんていうのかな、ちょっとわかんないと思うけど、これで今日混ぜたらびっくりするぐらい粘りが、ね、出すぎて、でまあ最初でここね、こう遠投する場所じゃないのよあんまりね。まあ15メートルぐらいかなみたいな、投げてもね、そんな感じなんだけど、でもそんなに今日混ぜてないよね。軽くしか混ぜ、まあ、軽くっていうか普通に混ぜた程度かなんだけど、粘りが出すぎちゃって、これすんげえ疲れづらいのよ。っていうのはね、おびっくりした。なんかそこになんだろうそれ、なんか寒鯛じゃないけど甘鯛じゃないけど、なんかいたね。で今日ねこれ自分ね、普通ねこう分かりやすく言うと、こうやって普通こうやるのよ。こうやって投げるんだけど、これ分かるかな、このね粘りすぎてカップからね全然離れないのよ。だからこう普通はね、普通はこっからこうやってこうよ、こう投げるんだけど、ほら分かる。今何回かしてこうやってなる感じだけど、普通にね、普通にやったらこのなんで普通にやるとさ、こうカップからさこう離れないの、分かる。分かりますこれ。反対にしてもさ離れないの、分かるこれ。カップをこれ反対してるのよ。反対して、あ落ちた。こんな感じ。だからこう今日すくう時にさ、こう押し付けじゃなくて、もうなんていうの、これで十分、これでこう簡単に飛ぶのよ、これ。わかる。こんな感じね。普通押し付けるけど、押し付けたらダメダメだね。粘りが強すぎてさ、そんなことなるかなっていうぐらい。こんな感じ。ちょっと隙間作っておかないと、なんていうのかな、ちょっとピントが全然出てないわ。隙間作っておかないと、粘りすぎちゃって。もうこれでいい、これで。これでいい。はい。こんな感じね、こんな感じ。今連続でやってますけど、これ。はい。ほう。これで、あんまりばらけずっていうか、ほとんど押し付けてないのに、こんな粘り出るかっていうぐらい。はい。今ちょっと軽くだけどね。12、3メートルだけど、これでじゃあ、遠投したらどうなるんだろう。ちょっと、遠投するときはバチッとやって、よいしょ。飛ぶよね。それ飛ぶよね。せーの。三条軽く飛ぶよねっていう感じで、ちょっとね、今日の限りだと、この辺でも、粘りが強すぎて、この5、6杯投げただけで、もう試着のベタつきがすごいんで、水ですぐ洗わないと、もう離れが悪いぐらい、このネバスコで練ったこのマキエは、ちょっと
ちょっとすごすぎたなっていう感じですね。うん、今までこんなになったことない。まあ、今回のやつはもともとそのグレで余ったやつに、ヒロキューのスーパーブレンド制覇チヌを混ぜて、これでまあ普通ぐらいに混ぜたってとかな。それがなかったら、ちなみにスコップであらかた混ぜた後、手で混ぜますけど、こんなにこのなんていうのかな、ネバネバしたマキエはできたことがないですね。尺離れが悪くなるほどっていうのはないです。で、今日はちなみにこのスピンカップ、下投げでずっとやってます。下投げでね、上はもちろんその上投げで投げれるようにこうなんていうのかな、試着の形ができてるんだけど、下投げでもできるのかっていうので今日やってるんですけど、下投げでもさっきからねやってる通りこう普通に、全然 OK です。ただ下投げの方がこのスピンが毎回かかる。ちょっと映像では映らないけど、めっちゃスピンする。で、シャフトが、こう、なんていうのか、ちょっとこの辺が、柔らかいというか、ちょっとミディアムぐらいに作ってるんで、こう、下投げだと、こう、軽くやっただけで、20メーターぐらい、今15メーターぐらいですけど、飛ぶんで、なので、この下投げでも上投げでも、全然、こう、簡単に使えるような感じですね。じゃあ、今日の失敗は、ちょっとネバスコの威力がちょっとすごすぎて、今このスピンカップのカップ内が、これチタンカップだからね。チタンカップだけど、尺離れが悪いほどに、ちょっと粘りが強いです。わかりづらいけど、すごいのよ、これ。このね、この粘土のような粘りがね。まあまあ、それだけ、このネバスコで練ると、簡単に粘りが出ますよ。今日は出すぎました。マジで。で、そこまで粘りがいないところはちょっと出すぎましたね。だからグレもこれで混ぜてて、やっぱ簡単にね、こうまとまるようになったのよ。オキアミはそんなに崩れてないんだけど、不思議だよね。でもここの穴から抜けることによってやっぱ違うんでしょうね。そんな感じでございますよ。まあ、結構流れてるな。いや、すごい。もう粘りがありすぎてさ。めっちゃまとまって、もうほんと、泥団子の、ちょっとなんかほんと塊みたいな、ネバネバしすぎるぐらい粘ってるんで、ちょっとやりづらいですね、むしろ。あ、もうだいぶ満ちてきましたね。だいぶ満ちてきたんですけど、ちょっと、あれだな。あと一匹釣りたいっすね。もう言ってもあと30分もしたら多分暗くなるんで、あと30分以内ぐらいにはやめると思いますけど、まあ、巻きもちょっとあるんで、まあ、巻きは巻いてしまって帰ろうかなといったところでございます。まあ、ちなみにね、これ気になる方は、山本工房のホームページ見てみてください。まだ確か在庫あったと思います。スピンカップの方は確かね、在庫がなかったんじゃないかな。こんな感じですね。ということで、ラストスパートでございますよ。イエイイエイ。いや、なんかついてるなと思って、はい、これ、危ない、普通に外しかけた、これ、これちょっと分かりづらいですけど、ゴンズイですね、ゴンズイ、これはやばいよ、おお、なんか猫が来てる、ゴンズイ食うの、猫、分からんけど、めっちゃ、いや、これはダメでしょ、猫がすごいんだよ、この辺。いやこれどこに毒があったっけ、ちょっと待って、口じゃダメだな、ダメだ、はあ、というわけでゴンズイやばいっすねなんでゴンズイみたいなね、まあ、そこズリズリやってるから、まあ、どっかでかかったんでしょうね。
でも浮きの反応全くなかったんですよ、全く。ね、さっきのだってハゼみたいなあれでも浮きがスッと入ったけど、全く反応なくて、もう流してったから、普通に回収したら、なんか抵抗があるなと思ってたら、普通にゴンズイでしたね。はい、というわけで今、何時かな、もう7時ぐらいになるのよ。今、18時53分なので、あと1頭2頭ですかね。実際暗いっす。これカメラがめっちゃ明るいんであれだけど、もう実際変更、これイーズグリーンの変更ですらもう浮き見えなくなるぐらいになってます。で、あとね、思ったよりも、右の流れがずっと止まらない。このガーっていって右流れがね。だから、こう、めっちゃやりづらいのよ。めっちゃ、もう猫、ね、わかんないと思うけどさ、この足元にさ、猫来てんのよ、ほら。それだけじゃないのよ。なんかその辺さ、猫が4、5匹いんのよ。こいつは多分今、魚かけたから、くれるかと思ってさ、ずっとこの白い猫、ニャー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 言ってんだけどさ、全然ゴンズイをこうやったけど、全然見向きもしない。やっぱ 毒のあるやつって大体知ってんだよね、猫って。不思議なぐらい。オコゼとかもそうだけど、こう、ちょっとこう近づけたら、って逃げちゃうから。意外と知ってんだよ。でもアジはすぐパコってくるんだよ。というわけで、そんなにニャーニャーやれたってね、めっちゃ下でニャー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 言ってる。というわけで、早く巻けばさ、結構流れてるんだよ。はい、ということで、現在19時5分でございます。もうこの明るいカメラでも、明るさマックスにして今これで、っていうかもう見えない、浮き見えないっすで、もうさっきからさ、このずっとこの猫いるのよ。で、この仕掛けを回収するたんびにこのニャーって来るのよ。何も釣れてないんだけどね。もうなんか釣れたら一番によこせじゃないけど、ずっとさ、毎回さ、仕掛け回収するたびににゃー、にゃーってくるの。片付けて帰りますか。カメラで見る以上に、想像以上に暗いです。暗い。うん、まあ、周りが、肉がね、見えないほどじゃないけどね。見えないほどじゃないけど、暗いですね。というわけでございまして、今日はチーヌ何匹かな。田んぼ入れしたのは2匹かな。うん、で、あと、ゴンズイが1匹、ハゼが1匹。で、ちっちゃいメイタか。このぐらいのメイタがそこでバラしたのが1匹とか。まあ、そんな感じでございましたね。うん、まあ、夕方からというか、昼過ぎかな。何時来たっけ ?2時ぐらいじゃなかったかな、うん、ちょうど一番暑い時間に来ちゃったんでね。あれだったんですけど、混ぜるのが大変だったんですけどね。うん、まあでも、それでも2時から今7時でしょ。まあ、なんだかんだで餌混ぜたりしてたから、まあ実際始めたのは3時前ぐらいだったと思うんですけど、まあ約4時間ぐらいですか。まあ来た時はね、結構こうね、まあ餌取りはまあ暗くなるぐらいまで結構湧いてたんですけど、まあずっと釣れるにはね、すぐ、なんていうの、こう昼からすぐは釣れてたんだけど、まあ夕まつめになるに釣れて、何にも釣れなくなりましたね。で、アジも何も食わない。結構こうアジングでも釣れる場所ではあるはずなんだけど、全然アジも食わなくて、シーバスも釣れるんだったかな。今まだシーバス釣れるのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかね、何にもいないみたいな。手前はずーっと、さっき見えるまではチャリコがずーっといた。こんぐらいのね、こんぐらいのチャリコがずーっといたんですけど、それだけでしたね。というわけで、まあちょっと久々にね、ちょっと大分県南の方をね、他の場所も行こうかなと思ってたけど、今日本当に風強いんでね、ずーっと、ここはちょっと風裏になってるんで、あんま風ないけど、他の場所本当ね、風が結構強くて、あんまりできる場所なかったんですよね、その台風の影響とかで。もう元々はね、磯に行こうとしてたわけですけども。まあしょうがないですよね。はい、というわけで、バッカもね、ちょうど餌はなくなったんで、さっきが最後の行っとったんですよ。というわけでございまして、片付けて帰りたいと思います。皆さんもね、夏のチーヌ釣り、ぜひね、行ってみてください。磯よりは、すげえ涼しいっす。まあ、よく空調服着てるのもあるけど、めっちゃ涼しいですね。はい、というわけで、以上でございます。暗いなぁ、大丈夫かなぁ。はい、というわけで、ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあねー。